www.videonews.com。こんにちは。今日はですね、9月の14日の金曜日になります。で、マルケキの本編の方は、今回596回目ですが、今回はですね、ちょっと前からお約束していました、薬害のイレッサ、それからアスベスト、裁判のですね、で、今崩れかけている、崩れ始めたと言いましょうか、予防原則ですね。我々がこれまでいろいろな薬害とか水俣病とかいろいろな苦しみながらちょっとずつこう積み上げてきた予防原則っていうものがここに来て一気にですね、ちょっとびっくりするような判決が相次いで、それが吹っ飛んでしまいそうな今状態にあると。で、幸いにしてまだこれが最高裁ではなくてまだ高裁レベルなので、まだ、もう一回チャンスがあるというところなんですが、非常にちょっと危機的な状況になっているというような話を、本編の方ではさせていただきました。こちらの方も、相棒の宮台さんがまだどっかインド洋のあたりをふらついてますので、今回は茅野さんと、の丸劇になりますが、本編の方、予防原則についてぜひご覧ください。それでですね、さて N コメです。今回は1本だけ、こだわりにこだわってきましたこのエネルギー政策の決定過程、これは原発事故の、を受けて、エネルギー新しいエネルギーの政策を、日本が構築するということで、ビデオニュースではちょっとしつこいというか KY というかですね、まだやってるのかって言われるくらいずっとこれやってきました。でそこの一番なんていうんですかね、集大成と言っていいでしょうというものが今週ありました。今週というか今日ですね、さっきそれがありましたので、本当にこだわるのが、今日まで許していただきたいということで、ある種最終報告、これが実は最終にならない可能性があるっていうことは後でお話ししますが、一つの、節目になるのではないかというご報告を今日はしたいと思います。エネルギー環境会議が今日開かれて、原発ゼロという文言の入った、新しいエネルギー政策が今日、政府が正式に決定したということです。それで今更今でもありませんが、いくつかの意味でこれは非常に重要であると。一つは何といっても原発事故を受けて、新しく政策を、自分たちで作ることの、本当にこれがもう最初の試みであったということですね。それからもうちょっと大きな意味では、エネルギー政策のような、国家にとっての基本政策になるような重要なものをですね、日本がこれまで内発的に、つまり外からですね、何か冷戦であるとかアメリカであるとか日米安保であるとか、そういう外的な要因なしで自分たちの内発的に 自発的にですね、自分たち の考えで、自主的に変更したことというのがおそらくこれまで戦後一度もないんではないかというふうに思います。でそれが果たして日本にできるのかどうかが問われているという意味では、あれだけの事故がありながらという言い方はしますが、何といっても重要政策を自分たちで決定したことがほとんどない、あるいは全くない国の日本がそうじゃない国になれるかどうかという意味で、僕は2つの意味でこの今回のエネルギー政策の、決定には非常に注目していました。でまたこれ幸か不幸か民主党政権であったので、その過程が全て公開され、有識者会議であるとか、パブリックコメントであるとか、全てその過程が透明の中で行われ、最後の最後それがエネルギー環境会議という、これは閣僚関係閣僚の会議ですがに上がってきていたんですね。でそのさすがに閣僚たちの話し合いはもちろん公開でやるわけではなくて非公開でやるんですが、案の定といいますか、そこの非公開の場に来てからある種この政策決定過程が草刈り場になりました。もう本当ありとあらゆる人が手を突っ込んで突っ込んで突っ込んで、もう本当にですね、その、ね、実際に決めなきゃいけないプレイヤーたち、これは枝野さんであり細野さんであり、古川さんがそのエネ関会議 の座長なわけですけれども、でありするわけなんですけども、
いやもう本当にですね、弾がもうあらゆる360度から飛んでくる中でですね、まあ本当に苦しんで、まあ最後、今日決めたものが、まあこの、今日のですね、まあちょっとここにあります、革新的エネルギー、環境戦略、まあ、カッコアンという、このカッコアンがちょっと怖いですけれどもね、まあこういうものが、今日、決定になったと。いうわけです。それで、まあ、これについてはですね、おそらく主要メディアも、まあ、一通りの説明があるのではないかと思いますので、またこれ自体は国家戦略室のウェブサイトからどなたでもダウンロードができますので、この紙ですね、この実際に説明発表になったものが、はダウンロードできますので、まあ、見ていただくなり、メディア見ていただければいいと思うんですが、その中であえてですね、まあ、これをしつこいくらいずっと有識、まあ、毎週の有識者会議をウォッチし、それ以降の過程もですね、まあ何が面白いのかと自分でも思いつつ、人からも言われつつ見てきた身としてですね、いくつかちょっと言っておきたいことがあるので、その辺に限定して今日お話しさせていただきたいと思います。ちょっとどういう順番で言ったらいいかなと思いますが、まずやっぱり中身について、ちょっと簡単な、これはもう主要メディア、並みのおさらいなんですが、一応こんな風な、ことをまずお伝えすべきだと思います。まずですね、この基本線、この原発に依存しない社会の一日も早い実現、これはもう素案の段階からですね、まあ、原発に依存しない、もしくは原発のないという文言も最初は検討されたんですが、まあ、最終的には依存しないという言葉で、決着をしましたが、これがは、残った。で、まあ、この下を見ていただければ分かりますけれども、ここに原発稼働ゼロ、まあ、なんか稼働が入っているところが若干微妙なんですね。要するに全部廃炉が終わるとも限らないので、動いている原発はないというような意味で、稼働が入った、原発ゼロではなく原発稼働ゼロになったんですが、とにかくゼロが入ったと。まずゼロが入るか入らないかっていうところが決定的な、その攻防の何て言うんですかね、分かれ目でした。ゼロだけは絶対に入れない、あるいはゼロという言葉は入るんだけれども、事実上ゼロじゃないような言い方、例えばゼロという選択肢を可能にするというような文言がですね、まあ、あっち方向こっち方向、まあ、具体的に言うと外務省とか文科省から飛んできたりしてですね、結構本当にいろいろな文言が乱れ飛びましたが、とにかくゼロ、という言葉が入り、しかも、まあこれは見てもあるように、ゼロという選択肢をではなくて、ゼロを可能にするようあらゆる政策資源を投入するなので、ゼロにするということをですね、まあ明確に宣言したということにはならない。これ英語に訳すと、まあ頑張りますというような意味に英語で訳すと多分なっちゃうんですね。あらゆる政策資源を投入するということをコミットしたけど、ゼロにするとは言ってないというふうに受け取れる。ただとにかくゼロに向けてっていうこと、それからまあ、もともと2030年、これはパブリックコメントなんかに参加された方はご存知でしょうが、2030年に0か15か20、25って話だったのに、なぜか2030年台、まあ、現実的には2039年までという意味になるでしょうから、おそらく2040年は2030年代ではないのでね、2039年12月31日までということでしょうが、まあ、事実上9年伸びたということはあります。ただこの言い回しは実はその民主党の党に一回投げた時に、まあ、党から上がってきた最終案で、これは党の中には原発推進派の方がおられる、電事連から支援を受けている方もおられるし、電力労連からすごく支援を受けている方もおられる党ですね、民主党は。でその中でいろいろな反対を、まあ、ある種受けた中で、なんとか、まあ、これは前原さん、が、まあ、苦労されて、一応、まあ、党として打ち出した、ものだったのが、そのまんま一応政府としては、出すことになった。だから、まあ、これをもってして、原発ゼロ歌うっていう見出しが本当に正しいかどうかっていうのは、まあ、皆さんが判断してください。文言はこういうことです。30年代に原発稼働ゼロを可能にするよう、あらゆる政策資源を投入する。というのが全てなので、原発ゼロを歌うっていう言い方がいいかどうかも含めて、まあ、こういう言葉が決まった。ただこのゼロ、実質ゼロなのかゼロじゃないのかについては、本当にここについてはものすごい激しい、まあ、なんていうんですかね、
攻防が、だからまあ賛成反対ということがあったということです。それからもう一つ重要な点ですが、この三原則と言われるものがありました。これがまあその三原則なんですが、まあ、40年でとにかくその、原発を40年を寿命とするということは、これ実はこの間の法改正では40年で、場合によってはプラス20年可能というふうに一回決めているんですが、今回は明確に40年だから、おそらくこれを形にする上では法改正が必要になると思いますね。40年というふうにもうとにかく上限で決める場合は、で、まあ、今日古川さんの会見でもですね、40年って決めると新しくこれからできたばっかのような現あれは2039年ではまず40年ならないんだけどどうするんだとかですね、まあ、いろいろな質問がありましたけど、とにかく40年廃炉が決まった。それから、これがまた、くせ玉で新設増設なしなんだけど、今建設中のものは新設に入るのかとかですね、まあ、いろいろ質問は飛びました。誰々にしても新しくは作らない、今動いているものも40年で廃炉にするということが、まあ、決まった。これは、まあ、なんていうんですかね、政府としてはこの一線を守ったということですね。で、まあ、その再稼働については、原子力規制委員会が安全確認したもののみ再稼働っていうふうに書いてありますけど、このままのみって言っても原子力委員会が安全確認すれば再稼働するよっていうふうに、まあ、謳ったとも取れるので、これ三原則の3つ目っていうのは原発ゼロの三原則のゼロに向けた三原則と取るべきかどうかというのは微妙ですが、いずれにしてもこれは、まあ、堅持されたと、いうことですね。でそれでですね、まあ、ついでにじゃあちょっと中身について、ただやはり最後の方に来て随分といろいろと刷った問題がありました。でその結果ですね、例えばこういう、こと、まあ、さっきの再稼働の文言とちょうど裏表の関係になりますが、まあ、安全委員会が、原子力規制委員会が安全性と確認したものについては、これ重要電源として今後も活用していくということがまず決まったと。それで、まあ、そのこの一番上についてはですね、まあ、安全性が原子力規制委員会によって安全性が確認されたものは、まあ、重要電源として、活用。これはまあ枝野さんが福井に行った時に、福井の知事にですね、非常に重要な電源と考えてるって言って大井の再稼働したっていうような経緯もあったりして、まあ、このことはこういう言い回しになりました。だから、再稼働はするよと。だから40年の廃炉は決まったけども、それまではとにかくちゃんと安全性が確認されたものは動かすよということが入っている。それから、この核燃料サイクルが実は本当に最後、まあ、ちょっと後で詳しくお話しますが、最後の最後、本当に揉めたところでした。で、事実上今回は核燃料サイクルを止めるという話は今回のエネルギー戦略の中に入っていません。つまり、この核燃料サイクルについてはですね、まあ、青森県に配慮したり、それからまあ、これ国際社会のへの、まあ、責務という言い方してますが、要するに核燃料サイクルやめるとプルトニウムがもうどんどん出てしまうし、しかもいっぱいこう手元に残ってしまうということが起きるわけですね。燃料として使わなくなるとプラチナにも。そうすると、まあ、日本はとにかく、非核国ですから、それがどうするのか、それから、まあ、それの不拡散の問題にも関係してくるということなので、それが一つ。それからもう一つはこの国際社会って言ってますけど、日本はフランスとイギリスにその、使用済み核燃料の再処理をですね、実際にそのあれしている、発注していると。で、イギリスに出しているものがまたもうすぐ戻ってくるというような状態なので、まあ、核燃料サイクルやめるよみたいな話に なるとですね、そことの、まあ、その関係もあると。で、なんといってもアメリカと原子力協定を結んでいて、原子力の平和利用云々というのが決まっているので、まあ、日本が核燃料サイクルやめるってことになってプルトニウムどうなるんだみたいな話もアメリカとの関係、まあ、これはそういう国際社会といっても、まあその辺ですね、相手はですね。ただ、これはただしのただしですが、この文殊については、なんと終了という言葉、まあ、これなんか研究に使ってその研究の評価をした上でとかいうのいろいろ書いてありますが、終了と。文殊はもともと2050年までは動きませんよというふうに、もう政府は言ってたわけですが、まあ、文殊はやめると。だから、まあ、ちょっとここであんまり深追いしませんが、核燃料サイクルの場合はですね、フルサイクル、要するに高速増殖炉まで回してフルサイクルする核燃料サイクルと、まあ、ハーフサイクル、再処理だけをして
あの MOX とかを作って最初あのやるハーフサイクルがあるわけですが、当面ハーフサイクルの方については、まあ、言及なしだから一応続けるということになるのでしょう。ただもうフルサイクルはもう諦めたという、風に考えていいんじゃないかと思います。なのでモンジュについては、終了という言葉が使われた。でまあ大事な点で、あのとにかく最終処分場問題というのに早くとにかく着手するよという、まあ着手すると言ったから解決するというもんでもないありませんが、まあトイレなきマンション状態をとにかく解消しなきゃいけないということが強く謳われた。でまああとまあこの辺はあの立地自治体、原発の立地自治体、これはまあ青森への配慮っていうのは、これはあの中間あの貯蔵施設がある6カ所や来年の秋に中間貯蔵施設が新たなものが稼働することになっている6つ市に対する配慮なわけですけども、これまたそれとは別にあの原発の立地自治体、これはだからそれによって影響を受ける場合は何たって国策だったので、それに対してはちゃんとした配慮をする、つまりまあ何らかの、財政措置なりですね、支援なりをするという意味で、立地自治体対策も謳ってあります。そしてこれはもう本当にただしの一つになると思います。不断の見直し、絶え間なき見直しを行う、つまり今回ゼロって決めたけど、これはもうこれからも何度も見直していくよっていうことが謳われていると。だから、まあ、変な話ですね、最初の見直しでやっぱゼロやめましたと、原発やめるのやめましたっていうようなことがですねあってもおかしくはないという意味で、これがですね最後にまあなんていうのかな、押し込まれたって言ったら変なんだけども、結局ゼロではどうしてもダメだという強い圧力の中でゼロを押し切った代わりに、とにかく見直し条項、これですね、この青の見直し条項、これをとにかくまあ、 あの入れることになったと。でまあ見直しがあるからもうゼロがなくなるっていう簡単なものではないかもしれませんが、あのどうしてもゼロがダメだと思っている側にしてみれば、まあこれ見直し条項入っているし、なんて言ったってまた政権が変わるかもしれないんで、でまあ自民党は基本的には原発継続のまあ、 あの主張されているわけですから、まあこの見直しが入ればよしとするだろうということで、最後やっぱそれほどゼロに対するまあ抵抗というのかな、あの反対は厳しかったというふうにあの考えていいと思います。実際にあの相当ゼロについてはですね厳しいあの、まあ、反対があったようです。で実はですね、この今回 の、 あの、まあ革新的エネルギー戦略、環境戦略ですね、これはですねもともと2010年にエネルギー基本計画っていうのを決めていて、これは最終的に原発を14基増設して原発の比率を 50% まで引き上げるということを謳ったものだったんだけど、それがまあ今回 の、 福島の事故で、見直しを迫られて、でそれに代わるエネルギー基本計画というものを、まあ、打ち出す上での一番こう元になる戦略的な部分ですねがこれだということになります。でこれを受けてこれからあの例のまた総合資源エネルギー調査会、総合資源エネ庁で、そのエネルギー基本計画を策定に向けてのですね、まあ、議論がこの戦略、今日出た戦略をもとにしてまた議論が始まるんですが、まあ、この番組でおなじみの、まあ、新日鉄のですね三村会長、委員長ですね、総合資源エネルギー調査会の、三浦委員長がですね、まあ、このゼロに対しては強く反対をしているというふうにも伺ってます。なのでまた総合資源エネ庁がですね非常に賑やかな状態になるんではないかなと思いますが、まあ、ちょっとそんなことがこれから予想されると。それで実はですねこの会議、エネ関会議というのはこれ最終的に9月14日今日の金曜日に開かれてこの計画が決まったんですが、もともと実は今週の月曜日に開くことになっていました。で月曜日に開くことになっていたんだけれども、最後の最後に来て本当に全ての弾が飛んできたっていう状態になって、僕の取材した範囲で分かっていることを申し上げると、まずは青森で、6カ所村が、まあ、その意見書の決議というのをした。これも反対ですね、ゼロにとにかく反対ということで、要するにそういうことになったらば預かっている中間貯蔵施設として預かっている使用済み核燃料を引き取ってもらうぞと、あるいは新しいもの受け取らないぞっていうような、ことを言い出した。それから6つ市の市長、これは宮下、市長と
私もあのラジオ番組でインタビューを今週の火曜日にさせていただいたんですけれども、むつ市の市長が、これむつはあの来年の秋からやはり中間貯蔵施設が稼働することになっているんですね。というのはご存知のように六ヶ所村は今もう 98% あれがいっぱいです。使用済み核燃料のプールがいっぱいですね。 98% でもういっぱいになるの でしかも全国の原発はほぼ6割方もうどこも、いっぱいな状態になっているという、ところなので、もういよいよ行き場がなくなってむつにもう一個実はそれを作ったと、でそれが来年秋に稼働する予定なんだけど、今度むつ市の市長がそう言うんだったらば安全協定結ばないと、つまり受け入れないってことですね、その使用済み核燃料をね、っていうことでを言い出したので、結局まずそれで、とにかく青森が納得しないということが一つ大きなあの理由として、月曜日ちょっとまだ無理だということになりました。それからあの週末の間に、ウラジオストックであの APEC があったんですが、そこであのアメリカのヒラリー国務長官が、まあ、これはですねあの重大な関心を持って見ているというようなことを、このエネルギー問題に対してですね、言ったそうです。でこれ、まあ、これも若干なんか日本があの言ってもらったんじゃないかというようなあの指摘も一部あったようですが、その辺のところは本当のことは外交の世界ではなかなか分かりません、まあ、ウィキリークスでも出てこないわけでなかなか分かりませんが、あのフィラリーさんがそう言ったとか、それからイギリスも懸念している、先ほど申し上げたようにその再処理をお願いしているイギリスも懸念をしているというようなことが、外務省経由で出たりですね、まあ本当にあの、とにかく次から次へともう列をなしてですね、とにかくゼロはダメだと。それからなんといっても経団連、もうこの経団連は、直前に野田総理にも米倉会長が、直接電話してきたと。それから古川国家戦略、担当大臣にもですね、もう相当あの米倉会長からですね、まあ、ご本人曰くもう脅しを受けたというようなですね、要するにどんなそんなことやったらどんなことになるか分かってるんでしょうねみたいなような形で、相当ですねそちらからもその締め付けというかあの厳しい、まあ、反対意見というのが来ていたので、まあ、そういうのを見てですね、とにかくやっぱり月曜日も無理だと、青森がとにかくまず全然ダメだしということで、要するに月曜日無理というのはこういうことなんです。月曜日の時点で通すことになっていた案では今みたいな条件はクリアできないと。つまりあの反対している人たちをそれまでに説得するか、もしくはその案の中身を変えるしかないと。でそこで実は、まあ、大きく変わってしまったのがこれだったんです。今回は原発をゼロを立っているのに核燃料サイクルについてはやめるとかやめないとか何も言ってない、まあ、文書だけはもう根回しが済んでたんでしょう、おそらく、まあ、文書も回らないって話はもうかなりそこはもう所要のものになってたと思うのでね、ただ核燃料サイクルだけは基本的に止めないと、いうことで、これはこれが止まればとにかくまず核燃料サイクルが回ることを前提にして中間貯蔵施設と呼ばせてもらっているものが6カ所と来年から陸奥にできると。でも、核燃料サイクルがサイクルをしないんであれば中間貯蔵をする必要がないので、それぞれの原発に持って帰ってちょうだいって話になると。でももう それぞれの原発はもう、そんなその受け入れられるような余地はないし、それに、まあ、今回の福島の4号機に見られるようにですね、そこに置いとくこと自体が、地震なんかに対しては仮に原発が動いてなかったとしても大きなリスクになるということを今回、まあ、身をもって証明してしまったということもあって、この問題は現時点では全く解決できないと。これ端的に言って最終処分場が決まらない限りはですね、核燃料サイクルをやめました、あるいはやめますっていうことは、政策的に言えないで、これはまあはっきり言って今の政権のせいじゃないわけですね。この核燃料サイクルをということを言い訳にして、実際は最終処分場がない、トイレがないのに、トイレがないのに汚物を出し続けたわけですね。で後で処理するからっていうようなことで、どっかにずっとそのとりあえず置かせてくれっていうのを置いてたわけで、でも実際その後にどうするっていう目処が立ってない、核燃料サイクルっていうのは結局はもう回らないっていうことも随分前から分かってる、でも原発は回し続けなきゃいけないっていうようなですね、本当にあの、分かりきってるけど、分かっちゃいるけどやめられないっていう状態でやってきたことは誰もが分かっているものなわけです、その原発というのがね。これは最終処分場が見つからない限りは、で最終処分場が見つかった時に、
まあ、要するにワンスルー、もうサイクルとかしないで、それをそのまま処分しますという、まあ、地層処分という、ね、ただここはまた、日本の場合、地震があるということで、この間の渡辺光久先生に言うように、活断層が至る所にある日本で、地層処分というのが本当に安全できるのかという、また新たな問題が今後出てくる可能性あります。ただ、いずれにしても、最終処分ができるようになるまでは、とりあえず核燃料サイクルをしますというようなですね、まあ、誰もが知っている幻想に基づかないと、原発が今、下手するとすぐに止まっちゃうと。それは、もう核燃、あの、使用済み核燃料を出しても持ってき場所がないので、2039年なんて待つ必要がなく止まっちゃうということですね。だから原発を止めるのは実は非常に簡単で、核燃料サイクルをもうやめますって言った瞬間に原発が止まるっていう、あの、2039年待たないで止まるっていうほど、実はこの核燃料サイクル問題っていうのが、まあ、実は、日本の原発が動いていたのは、この、まあ、ある意味では嘘の幻想が、をみんなでとりあえず嘘と知りながら、保っていたから、それが回ってたということが、まあ、今回また、期せずしてというかですね、くしくもというかですね、今回また明らかになってしまったと。で、その、時にここの青森県は、その、まあ、嘘っぱちかもしれないけど、それを信じて受け入れているわけですよね、その使用済み核燃料というものをですね。で、なのに、いや、実はあれなんちゃってなんです、みたいなこと言ってです、ね、やっぱりもう原発やめるから核燃料サイクルももう終わりですよ、なんていうのは、当然通らないし、だったら全部持ってけっていうのは当たり前なわけなので、ここは、実は根回しが足りないっていうけど、これも根回しのしようがないわけですよ。要するに、最終処分場が見つからない限りは、これもうどうにも解決しようがない。ということなので、これが原発の、まあ、本質的な問題、常にそこに原発問題が行き着くというものだと思いますが、今回もこれがまず月曜日に決められなかった大きな原因になった。それから先ほど申し上げた、まあ、外交問題云々というのが、まあ、もう一つ非常に厳しくですね、まあ、特になぜか外務省が途中から参戦してきた、ようで、でもちろん 文科省、経産省はもちろん反対なわけです。経産省にとってはものすごく大きな、まあ、衝撃という意味でものすごく大きな、その部分を占めるわけですよね。原子力というのは、その、経産省の中の。それから、文科省に至っては、本当に原発の部分がなくなってしまうと、まあ、文部科学省じゃなくて、もう文部省になってしまうわけですよね。言ってしまえばね。ほとんど、科学技術省のその部分というのがほとんどなくなってしまいますから。なので、まあ、核燃料サイクルがなくなると、文部省は役所が半分になるとは言いませんが、まあ、まあ、なんとか省益を伸ばすことが、いつもやっているように、霞が関では本当にもう、最も優先的な価値なのに、突然やめたったら、ストンとちっちゃくなっちゃうと。一個ずつ天下り先を伸ばしていくのに、苦労して伸ばしたら、ポンとなくなっちゃうような話ですね。それから、経産省についてもこれは同じです。当然そこは、まあ、ものすごく激しく反対する。で、これはもちろん、繰り返しますけど、そういう衝撃だけじゃなくて、もちろんやってる方々は、本当に、心底ですね、その原発が必要だと思われてやってる方ももちろんいるのかもしれないけれども、ただ、結局それがどうしてそこまで力を持てるのか。つまり、意見は皆さんいろいろあるわけですよね、原発についてはね。なのに、なぜ、例えば今回世論調査その他で見ても明らかに数としては圧倒的少数だったはずの原発継続派あるいは推進派という方がここまで力を持てるのかといえば、やっぱりその力がある部分、官僚の中の、まあ、例えば経産省であるとか文科省であるとかですね、あるいはもちろん電気会社、電事連、電力労連というような力のある方々が、やはりその、それがなくなると、なくなると、あるいは原発がゼロということになると、まあ、失うものが多いということなので、当然その彼らはその力を発揮するということではないかと思います。それでですね、まあ、ここまでは、まあ、月並みな、何ですか、エネルギー、革新的エネルギー環境戦略の、まあ、1週間の報告なんですが、まあ、あともう一つ、じゃあついでに取材の結果を一つ報告しておくと、これ14日に決まったんですが、昨日、まあ、関係閣僚が非公式に集まって最終的な文言とかの、打ち合わせをしています。それで、まあ、いろんなとこからいろんなこと言われたけど、まあ、まあ、この核燃料サイクルについてはもう今回は踏み込まないっていうふうにするしかないと。つまりこれは
総理が、これは むつ市の宮下市長も電話インタビューで言ってましたけれども、総理が出向いていったところで解決する問題じゃないんですね。この、最終処分場がないのに中間貯蔵施設とか言って押し付けてるっていう状態はですね、総理が言って頭を下げればどうこうなる問題ではないので、拙速だとかいう言い方がありますが、時間が経てば解決する問題じゃないし、といえば時間が経って最終処分場が見つかれば解決する問題かもしれませんが、そんなのはいつになるかわからないということだと思いますので、結果的にここは核燃料サイクルについては今回は、触れないという形で落としどころを探ったということだったんですが、最後の最後にですね、実は今長島総理補佐官の長島さんがですね、アメリカに行っていて、最後の最後アメリカの、政府の意向というとまたちょっと意地悪な言い方になるんだけど、このことについてアメリカ政府の意向を確認した上で、それで今日GOだっていう話で、これはもちろんヒラリー国務長官がウラジオストックでような形で現場外務大臣に非常に関心を持って見ているというような発言をしたことを受けて、ちょっと言い方やっぱ厳しいですけど、やっぱりアメリカ政府にお伺い立てなきゃいけないのかなっていう話に、なったと言わざるを得ないですね。でそれでかなり説明としてはこれは一部のメディアが報じているようですが、まだあくまでそんな確定じゃないんだっていうようなですね、見直しも入っているしみたいな、日本で反対派に押し付けられた条文を逆にアメリカに言うときはですね、いやいやもうちゃんと見直しとかも入っているからそんな 100% 決まったものじゃないんだっていう材料に使うみたいな感じなんだったと思いますけど、アメリカに対してはそのように説明をして、一応納得をもらった。でもアメリカから納得をもらわないと日本はエネルギー政策を変えられないっていうのを言うとですね、なんかちょっと先ほど申し上げた内発的な政策変更っていうふうに胸張って言えなくなっちゃうところがちょっとあるんですが、長島、補佐官の、アメリカの、意向みたいなことを確認した上で今日の発表になったというのが、一連の、流れであったようです。なのでこれは日本という国がですね、エネルギーについてもそれ他のことについても、やっぱりなかなかまだ本当にそういう意味では自立していないし、あるいは内圧的に物事を自分たちの意思で決められるというような国ではなかったということを、逆に言うとですね、はっきりと見せてくれたという意味では残念ではあると同時に意味があったのではないかと思います。それからもう一つはですね、とはいえですよ、今回は本当に政策のその構築を最初から全部公開し、有識者会議も、かなり八郎経産大臣の辞任劇なんかのですね、すったもんでありましたけれども、反対派も入れ、その模様を全部中継インターネットで中継可能にし、傍聴も可能にして、全部透明の中でやり、その後にパブリックコメントや討論型の世論調査なんかをやって、多くの人の参加を見た上でですね、今回最後の最後決定に至ったと。最後の決定のところが、ある種閣僚レベルですから政治決断が必要なので、密室だったんでいろんなところから手が入ってしまったっていうのは、皮肉なところではありますが、これは僕は中身についていろいろとどこが足りない、そこが足りない、ここが根拠もないのに言い切ってる、いろんな多分問題あると思うんですね。問題あると思うんですが、僕は正直言って本当にこれが今のどっちかというとこれは民主党政権のというよりも本当にもう日本の今の実力ではないかと、いい意味でも悪い意味でもこれが実力ではないかと。つまりこれくらいの今は偏差値なんだと。これが偏差値でいくと35くらいなのか50くらいなのか分かりませんが、これくらいなんではないかということをまず直視する必要があるんじゃないかと思いました。それで今度はこれを果たしてじゃあそのようなプロセスでやったものがあっという間になし崩し的に崩されてしまって、見直し条項なんかも入っているので、気がついたら全然違うものになっているっていうようなことであれば、やはりその実力はもう本当に推して知るべし、だと思うし、古川大臣も会見で言ってましたけれども、
ここからがとにかく本番なんだと、これはスタートなんだと、まず大きなその、まあ、国民参加のもとで大きなですね枠を作ったと、その中の細かい点っていうのはこれから本当にまあ、メディアも含めて、皆さんと一緒になって作っていくしか我々にはやりようがないんだっていうね、まあ、これ政権がいつまで持つかわからないっていう悩みはありますけれど、あの話は僕は非常に重い言葉だったんではないかなというふうに思いました。そこでね、電力システムについては、小売市場は全面自由化を今回謳ってます。つまり全ての国民に電力の選択ができるようにすると。だからもうその地域独占というものは基本的に壊すということを今回謳っているということ。これはあんまりスポンサーの遠慮とかで強調されない可能性がありますので一応言っておきます。今回は電力システムについては小売市場の全面自由化というものが今回謳われていると。それから発送電の分離、そして送電の中立化。発送電の分離と送電の中立化も謳われています。そしてその詳細の部分というのを、まあ、年内をめどに、電力システム改革戦略というものを作りますということが謳われていると。これも一応重要だと思うので、当然報道されると思いますが、一応お伝えしておこうと思います。じゃあちょっと古川さんのですね、会見の一つ僕がちょっと大事だと思ったコメントをご覧ください。原発の40年の運転制限についてお聞きします。現行すでに40年を超えて、私は昨年の東日本大震災と原発事故を経て、それ以前の私たちの暮らし方や発想を根本的に切り替えていくときに至っていると考えています。新しいエネルギー社会の構築は、その象徴であります。今回の戦略で示したグリーンエネルギー革命が進展していけば、これまでの経済成長とエネルギー消費量の増加が正比例の関係になることを当然とする社会から、エネルギー消費の総量を減らしながらも、経済成長することが可能となる社会が実現をいたします。このように申し上げると、そんなことは絶対に無理だという声が聞こえてきそうでありますけれども、ちょっと考えてみていただきたいと思います。20年前に一体誰が現在の携帯電話やスマートフォンが世の中にこれほど広く普及する社会、これを想像することができたでしょうか。それが IT 革命の実現によって、こんなに短期間で大きく社会が変わったのであります。私はグリーンエネルギー革命の実現も IT 革命と同じようなイノベーションの連鎖につながり、近い将来大きな社会変革をもたらすことを確信をいたしております。最後にエネルギー環境会議の議長として国民の皆様に心からお願いを申し上げます。どうか新しいエネルギー社会の実現のための政府の挑戦に皆さんもぜひ参加をしてください。それはこれまでのような大きな発電所からの電力供給にお任せだった今までの生活より負担が増える部分もあると思いますし、また面倒になる部分もあると思います。しかしその先に実現する分散ネットワーク型の新しいエネルギー社会は、きっと次の世代の人たちからあの時に思い切って方向転換を決断してもらってよかったと、そう言ってもらえるものになるはずであります。はい、古川さんもですね、かなり、まあ、いろいろと、まあ、難産の末できたエネルギー戦略ということで、まあ、会見の印象としてはですね、まあ、達成感というかかなりのね、まあ、高揚感みたいなものを感じました。ただ同時にいろんなところにやっぱ 穴ぼこがいたの で記者たちから随分その穴ぼこをですねぐじぐじつかれて、達成感といやなんていうんですか、高揚感と同時にですね、やっぱりこう悔しいなというかですね、やられてるとこいっぱいあるってことは認めざるを得ないなっていうような
まあ、ちょっとこう、混ざった感情が感じ取れる会見だったと思います。そして今のじゃあ古川さんのですね、コメントなんですが、まあ、後半の部分その、まあ、国民の皆さんの参加がとにかく大事なんだと、ここまでも参加してくれたから、まあ、なんとかゼロを守れたと、そういう言い方はしてませんが、ゼロを守れたのは皆さんの参加があったから、それから実は今日金曜日の あの会見が6時からだったんですが、金曜日の6時内閣府というと皆さん分かりますね、すぐ外側でいつも あの金曜日のデモをやってるわけですね、まあ、抗議行動をやってるわけです。それで実は役所っていうのはもう夕方6時以降だっけな、はエアコンが止まるんです全部。なので窓を開けないと暑くてもやってられない。だから実は音が聞こえてたんですね、再稼働反対とか原子力規制委員会の人事反対という声が聞こえる中で実は発表になったと。それで古川さんはもちろんデモや抗議行動のおかげという言い方はしてなかったけれども、やはりそこにそういうものがあったということが最後の最後、まあ不十分とはいえこの内容にとどまれた一つのやっぱ大きな要素だったんじゃないかと、私自身は決定過程をずっと見ててですね感じました。そこでですね、その今古川さんの話の前半の部分、僕はやっぱり今回は実は原発ゼロにやたらスポットが当たってるんですが、で確かにこれは大変なことだと思います。ゼロ、まあ、30年代ですかまで、まあ、39年と27年後なんですけれどもね、自分がいくつになってるか考えるとなんかあんまり現実味ないんですけれども、まあ、とにかくゼロというのは確かにすごくキャッチ、アイキャッチなので大変なこと、決定ではあったんだけど、僕は実はもっと重要な決定があったと、今回の、まあ、エネルギー戦略の中にはあったと思ってます。それがですね、何かというと、古川さんが先ほどおっしゃっていた、今までは、その GDP、経済成長とエネルギー消費というのが、正比例の関係にあったと。経済成長すれば、それに伴ってエネルギー消費が増えるのは当たり前であると、それが当然であって、なのでそれに基づいてエネルギー計画が、まあ、作られていたと。しかしながらそれを今回は見直したんだということが、まあ、その歌われているんで、その部分はあまりですね、実はいろんなところ見ても書いてないんですね。で、まあ、言葉では省エネというです、ちょっと若干矮小化された表現に変わってしまうんです。ただこれこそが実は今日の一番の僕はポイントだったのではないかと思いました。つまり原発を、やめるかやめないかということはむしろ結果なんであって、多くの方がおっしゃるように原発なんかやめたら大変なことになるぞって言った時に、問題は原発、まあ、宮田さんが言い方としてね、原発をやめられない日本をやめるみたいな言い方をよくしますけども、それはどっちかというと意思決定ができないような状態じゃダメだっていう意味なんですね。そうだけど経済構造として原発をやめたら大変なことになるような経済構造を変えないとまずいんではないかという問題意識が今回かなり実はこのエネルギー戦略の中に入っていると。でね、ちょっと意味軸もこれは若干いやらしいやり方かもしれないけども、一応はっきり書いてあるので言ってきます。今回のエネルギー原発ゼロという決定について経団連が経団連の意見というのをウェブサイトに出しています。その中の一つにこういう言い回しがあります。経済が成長すればエネルギー消費量が増えるのが常であると。で、GDP が 1.2 倍になる中で、これはだから2030年には GDP が 1.2 倍になるということが予想されているんですね。で、にもかかわらずエネルギー消費量が 33%、 電力需要は 25% も削減することが求められている。つまり今回のエネルギー、民主党のエネルギー戦略の中にそれが求められていて、こんなのは現実的にありえねえと。つまり GDP が 20% 増えるのに、エネルギー消費が 3割とか、電力が25% 削減するっていうのはありえない。で、これは過去40年間も、GDP と経済と、エネルギー消費は正の相関関係にあり、まあ、ここ で中国やインドが出てきちゃうというのがちょっとあれなんですけども、中国やインドも同様であると。いや、中国やインドはそうですよ、多分ね、それはね、日本もだからそうだったんだと思います。ただここは経団連がこのような意見を出していて、それに対して古川、大臣の
あのコメントがあると、つまりこれが性の比例関係にあるという状態を脱却して、何言ってるかというと、そのような形で経済構造や産業構造を変えなくてはいけないということを言った。逆に言うと経団連がそれに反対するのは、自分たち の、まあ、そのそういう経済構造が変わることに対して自分たちは、まあ、嫌だ困ると言っているという意味にも取れるわけですね。これはね、もちろんあのそれが無理じゃないかっていうふうに思ってられるから言ってるんだろうけど、そのことは同時にその経済構造はもう普遍なものであるということを言っていると受け止められると、それにチャレンジしたという意味だと思うんですね。これは、まあ、言ってるだけでそんなことできるのかできるのかよということがまた別問題としてあります。ただそこでですね、一つこれは、まあ、あの何度か以前にもあのご紹介したことがあるかもしれないけれども、ちょっとまあこちらをご覧ください。あのよく出てくるドイツとの比較です。あの見方としてはですね、まあ、これドイツで、あの、90年、2009年、2030年の、あの、これ全体が、まあ、この、一次エネルギー消費量ですね。で、一次エネルギーの、一次エネルギー源の、が、まあ、この2030年には、ドイツはこれだけ、まあ、90年比で減ってくると。で、このオレンジ部分が、再生可能エネルギーですね。オレンジ部分が再エネで、まあ、あの、原発がこの紫なので、まあ、2022年でドイツは原発ゼロになりますから、この紫部分、これはドイツがなくなっていると。だから、ドイツは、実は、まあ、あの、原発もなくなるけれども、エネルギー自体がこれだけ2030年には、あの、エネルギー需要を減らすことを一つ、その、まあ、前提として、このようなエネルギー戦略、これを、この原発をゼロにするという戦略を持っていたと。一方でですね、日本は、ちょっとこれは、あの、今回の分なので、ちょっと、あの、後で見ることにして、もともとこういう日本は計画でした。これが、もともとの、原発事故の前のエネルギー基本計画に基づく日本のエネルギー需要。だから、まあ、省エネは頑張るので、ちょっとは減る。2009年にちょっとは減るんですね。ちょっとは減るっていう計画だったんだけど、もちろん原発が2030年段階でかなり占めると。確か2050年で 50% になるっていう話だったっけな。その、元々の計画ではね。で、それを今回出してきたのはこれなんです。今回出してきたのは、原発がゼロになっている代わりに、全体の需要を、そこにさっきあったように、3割くらい減らしてきた。まあ、エネルギー消費量で 3割、電力需要で約、2割5分減らしてきたと。だから、その電力、エネルギーを使わないものに、経済に変えるということを今回歌ったということが、実は原発がなくなったというような個別のことよりも、実は大きな、政策転換、あるいはその、エネルギー政策の方向性の転換と受け取ることができるのではないかと。まあ、これちょっと、あの、これもちなみにですけど、あの、この、再エネと水、あの、水力を合わせると、これ大体今35で、こっちが65なんですね。これが火力です。で、火力の中で、この、石油を大幅に減らして、石油火力を。で、ガス火力というのが大幅に増えているというのが、まあ、今回の特徴です。で、これについてまたいろいろ議論あるでしょう。中の内訳は、まあ、いろいろ変わってきたりするのかもしれません。ただ、大きな流れとして、原発をやめたけども、同時に、これがこれだけ減ってると。いうところが結構重要なところで、原発がただなくなっただけではなくて、エネルギーの全体の消費量が減り、再エネが、まあ、ポンと増えるというような、そういうのが今回の、エネルギー戦略の決定であったということなんですね。で、これは、あの、以前にお見せしたことがあると思います。あの、日本がですね、これは1990年からしか書いてありませんが、GDP と、まあ、その、一次エネルギーというのはほぼずっと性の比例関係にあると。日本の場合は GDP が増えるとエネルギーの、まあ、消費も増えるという関係にあったと。で、これが、2030年。これはまあ、これくらい、2割くらい、まあ、その、GDP が、まあ、増えるというような、まあ、予測があると。それに対して、今回エネルギーがですね、まあ、もともと実は2010年のエネルギー基本計画でも少し、5% くらいは下がるようになったんだけど、今回は一気にこれだけ下がるような、計画を出してきたと。で、この大きく開いている様っていうのをですね、覚えておいていただきたいんですけど、それが実は
ここなんですね。これがドイツの、90年から実はドイツはその関係がすでにあると。GDP、これ GDP の伸びは、ドイツの方が日本よりも、大きいと。しかしながらエネルギーの消費というのは横ばい、もしくは、下がる傾向にあると。で、さらにドイツは目標として2030年には、まあ、GDP のに対してこれだけ下がると。だからもう、ちょうど日本の財政赤字のワニの口みたいな状態がですね、この GDP とエネルギーの関係においてそれをしようと、まあこれもちろん目標なので言ってるだけで言うだけ番長でできない可能性もちろんあるわけですけれども、ドイツはそれを明確に目指してやってきてるし、実際ここですでに90年からワニの口が開いてるわけですね。で、日本は90年はから少なくとも2010年まではこういう状態できたと。何の口がパカッとこう閉まった状態なんです、ここで。で、ここで口開けましょうっていう話になったということですね、今回ね。で、それは非常に大きな政策転換なのではないかと思います。で、しかも政策転換であると同時にこれこそが、まあ、ある種の、エネルギー多消費型の、産業から産業構造からそうじゃない産業構造に脱却する。 GDP は増やしていきたいが、エネルギーを使わないような形で増やしていこうという、まあ、戦略。これは言うだけ言うのは簡単だよって話かもしれないです。だけども政策転換で原発をやめたとかですね。で、今回実はそこで、まあ、実は本当は最初にもっと大きな声で言わなきゃいけなかったのは、今回実は政策の一番目に原発ゼロの話よりも、大きく書いてあることがあります。で、それが今回はそのグリーンエコノミーの推進なんですね。で、これをとにかく今回は、まあ一番そういう意味では一生懸命歌っていた、この革新的エネルギー戦略、環境戦略の中でですね、とにかく今回は、原発に依存しないということを、まあ、歌った上で、じゃあそれをどうやってやるんだということで、やはりグリーンエネルギー革命の実現ということを歌ってます。で、その一つが省エネ、まあ、省エネというか先ほどのように、GDP が増えてもエネルギーを消費は減らすということ、それからとにかく、グリーンエネルギーについてあらゆる方法で省エネを進めと同時にグリーンエネルギー化をするということ、それからもう一つですね、そのグリーンエネルギーについてはですね、結局、まあ、グリーンエネルギーの推進というものをいろんな形で歌った上でですね、これも年内に、グリーン政策大綱というものを作ると、いうことが歌っています。なので今回その原発ゼロの陰に隠れてですね、あまりこちらには注目がいかない可能性がありますが、まずエネルギーの消費をとにかく抑える産業構造に変えていくということが謳われているということと、それからグリーン政策大綱というものを作って、本気でグリーン政策をこれからやるんだというですね、意思表示があったということが、もう一つ実は今日の発表の中の、大事な要素だったと僕は思いましたので、それはぜひお伝えしていきたいと思います。まあ、ドイツについてはですね、まあ、そのドイツにもいろいろな、まあ、エネルギー政策上そんな完璧ではなくて問題があるって言われているのは重々承知していますが、少なくとも今のデータは紛れもない実績値なわけですね。90年からこう口が開いているということはですね、なので、まあ、若干遅ればせながら20年くらい遅ればせながらですが、日本もそのようなシフトを図るべくですね、一応今回その政府からはそういうような、まあ、シグナルが出たという状態だったと思います。そこは今回まあ、見落とされてはいけない点かなと思いましたので、もしかしたら明日の新聞にちゃんと出るかもしれませんけれど、一応私の方から皆さんにお伝えしていきたいと思いました。はい、まあ、今回はもう基本的にこれだけなんですが、最後にですね、これはちょっと別枠になりますが、前日13日にですね、東電の株主代表訴訟の 第2回後半というのが実はあって、その記者会見があったんですね。で、例のビデオニュースにもゲストで出ていただいている河合弁護士と、それから海道弁護士が、まあ、会見に臨まれたんですが、今回は実は株主代表訴訟については、全然準備が、東電側の準備ができてないということもあり、ほとんどその中身のある後半はなかったと、いうことでした。ただ、まあ、私の方がですね、せっかくお二人が
脱原発の弁護士の代表するですねお二人がまあおられるのでということで、司法クラブは我々もちゃんと仲間に入れてくれてというか会見に入れてくれているので質問させていただきました。でちょっとこれは確かに重要だと思ったので皆さんにじゃあ最後これをお伝えしておきたいと思います。ちょっとこちらをご覧ください。もしよろしければ、はい、塚川先生と外郎先生が揃っているのでですね今の話も関係するんですが早ければ野田総理は19日にも新しい規制委員会の人事っていうのを国会の同意なしで今やろうとしていると、それについて特に脱原発弁護団、等々でですね法的な対応のさらにお考えあるのかどうかもしあればお願いします。2つの意味で違法なんですよね。1つは明らかに結核自由、要するに事業者の職員だっけ、いや属するものはなっちゃいけないっていうの、ふけたさんとなんだっけ、なんとかさん、中村さんは明らかにその原子力事業者の職員なんですよ。それからだからダメ。それからもう1つは法的手続きとして議会で選べって書いてあるんですよね。だけど緊急の時は先見で、首相が選んでいいと。でもっと緊急の時はその事後承認もいらないみたいなことを書いたんですけど、それはどういう趣旨かというと、例えば、とにかく至急、大事故が起きちゃった時に、委員がいないと、そして国会も開かれてないと、だけどとにかく委員長決めなきゃいけないというような時のそういう応急対策で決めてあるのに、議会やってた時には揉めさしといて、で、ああでもない、こうでもないって言って、で、議会を終わらせといて、終わらせてから、選ぶ、なんていうね。もう、やっぱ例外規定の、それもだから不足に書いてあるわけですよね、そういうのね、不足に。不足の例外規定の不足を悪用して、わざわざそういう状況に持ち込んで、そして、首相で選ばしたっていうこと自体が手続き的違法だと。したがって、委員会は、無効な委員会だと。いうことでですね、その委員、だから、その無効な委員会の、した許可も無効であるという、そういうことで行政訴訟 が起こせたり、差し止め訴訟が起こせたりする可能性があるというふうに、僕らは、考えています。国会で少なくともあれだけね、7月に提案されてたのにですよ、1ヶ月以上あったのに そこで審議して異論が続出してその採決できなかったわけでしょ。この要するに原発事故でね、その応急事態になっていて、その国会が開かれてなかったからじゃなくて、国会ちゃんと開かれてたんだからね。それで結局最後まで、採決できないままになったものを、その国会が開かれない状態になったから、その内閣総理大臣の専権でっていうのはもう呆れてしまって声も出ないことひどいですね。絶対やってはいけない禁じ手を使ったと思います。はい、要するに原子力委員会の規制人事、せっかく原発ゼロ出した日にですね、あんまりなんかこういうおこごとは言いたくないんですが、原子力規制委員会は、来週ですね19日に中央突破だから国会閉会中なので国会の同意を得ずに総理が任命できるということで、それで中央突破を図るということになった。26日までにとにかく立ち上げないと、法律で26日まで立ち上げることが要求されているので、19日に立ち上げることになりました。で、いろんな意味でその正当性の問題があるっていうのは今河合弁護士がお話しされた通り、それから実際は国会に同意を得られなかったんじゃなくて、実は自民党も賛成しているんで得られたんですね。あれを国会にかけなかったのは、民主党内に反対があって無理にかけると民主党から造反が出ると、場合によって参議院で何人かが造反して処分したら離党すると民主党が第一党でいられなくなるからっていう理由で実はかけなかったっていうのが本当のところなので、最低なんですね、話としては。本当にそういう意味ではですね、国会の同意が得られないからかけなかったんだったらまだマシだっていうような、もっとそれ以下の話だったということなんです。ただ、そういうことをやってるどういうことが起きるかっていうことを河合さんと河合さんが言ってくれた。つまり、そんな正当性のない委員会でも、もういざできちゃえばどうすることもできない。5年間は人を変えることもできない。罷免もできない。国会も手出しできないし、総理も手出しできない。しかしながら、
その委員会が再稼働を承認したときに、再稼働の差し止め請求をするときに、委員会に正当性がないという主張が十分にできるという意味で、そのこれまでその原発訴訟をたくさん抱えてきたお二人からすると、もう格好の武器を手にしたという形になっているわけなんですね。これはやはり正当性のない委員会というものをとりあえず作っちゃえばなんとかなるっていうのは、まあ、もちろんそれで裁判をしたからといって、あるいは差し止めしたからといって勝てるかどうか分かりませんけれど、やっぱりその、まあ、無理が通れば道理引こうみたいなところがあって、今回はやはりそれはすべきではなかったんじゃないかなと。その田中さん自身をですね、の同行とか、あるいはそのお二人、福田さんですか、あと中村さんですか、のお二人個人的に同行っていうのは私全くありませんが、やはり利益相反がとにかくない、委員会にしたいということだったのに、そこに最初の段階でその中央突破かなんか知りませんけれども、ケチがついちゃって、閉会中だからそういう形で任命すると、でその場合は次に国会開いたらすぐに同意を得るか、もしくは罷免しなきゃいけないんですね。でもそしたら次に持ち出してくるのはもう一個別の条文があって、非常事態の間はそれもしなくていいと。で実は今原子力非常事態宣言がまだ出っ放しになっている。3月11日に出たものがですね、なんと、なんか収束宣言とかあった割にはまだどうも非常事態らしいんです。なのでその条文が使えるからっていう理由で、結局承認を取らないまんま続けるっていうことをしようとしている。で一回立ち上がってしまうと委員会が本当に、5年間はほとんど誰も手出しができないという状態になるっていうこと。ただし手出しできないと言っても正当性は非常に疑問なので、まず国民の支持を得れないかもしれない。しかもそのような法的な措置を取られた場合に、まあ日本の裁判所が果たしてちゃんとそこで理性的な判断をしてくれるかどうかは分かりませんが、確かにあのプロセスではいかがなものかっていう話になるとですね、非常に心もとないと。なのでちょっと中央突破は結構なんですが、その結果がどういうところに及ぶかっていうのが、他のそんなあんなこともありえるんですよということをちょっと河合さんと海野さんが指摘してくれたので、皆さんにもそれは共有しておきたいと思いました。まあ、ちょっとエネルギー原発のことずっとここ何週間か一人で宮内さんの時やってきましたが、一応これで一つの節目としたいと思います。まあ、今後ですね、また変なことがあればしっかり落ちていきますが、一つの大きな、まあ、山を一合目からずっと登ってきて、とりあえず一つの峠を越えたのではないかと、これから今度はそれをしっかり実現していくことを見守っていかなきゃいけないなと、あるいは監視していかなきゃいけないと思っていますが、もし最後までお付き合いしてくださった方おられたら本当にありがとうございました。これからも必要なことはしっかりと、ウォッチしていきたいと思います。神保哲生でした。